はい、ドローンレースチャンネルマザピーです。今日はねタイムラプスやっていこうか。タイムラプススロー、マスターショット、写真のタイマー撮影の2秒でしょ。で、2秒、800で一発で1秒で、今回はタイムラプスをやっていきます。撮影するにあたって夜間申請とか飛行申請とかね、その他もろもろやっています。実はハイパーラプスっていうね、もっとね簡単にできるやつがあったんですけども、使えるようになったのが分かってなかったので、マスターショット、クイックショットの下にスライドさせると出てくるんですけども、そちらの方があります。タイマー撮影で写真を撮って、動画編集ソフトでつなぎ合わせて動画にします。どうしても夜だと明るさが足らないので、スローシャッターにしたいんですね。スローシャッターで撮ると動画の30フレームとかね、1秒間30枚とか撮れないので、あえて写真にすることで綺麗なね動画にしていきました。夜の高速道路もねかっこいいんですけども、正月明けだったらねほとんどね車が走ってなかったんですよね。もっと車が多ければ車のラインとかね見えるんですけども、今回ね橋の照明、それがメインで撮りました。でこうやって夜撮るのもね幻想的でいいですね。マビック3に飛行灯もかなり明るいんですよ。前と後ろがついているので、数百メーター、5、600メーター離れても全然機体の位置は確認できました。その分飛んでるのがね外から見えちゃうんですけども、結構目立ってましたね。くれぐれも申請とかね許可は取ってやるようにしましょう。その分ね幻想的なね映像も撮れるので、はい、じゃあここでタイムラプス終わります。どうでしょうかね。はい、シングルに変えて、シングルでいろいろ撮っていきましょうか。よし、シングルでね、シャッタースピードどんどん変えていきましょうか。これぐらいの距離で1枚撮っとこうか。でシャッターが1秒、自動4分の1秒。はい、どんどんね、いろいろやってみよう。で、1秒、2秒、もっと近づいてみましょうかね。綺麗ですね、なんかこれ動画撮れるのかな。3200、はいはい、じゃあちょっと写真行ってみましょう。2秒、どうなんだろう。撮れた写真見たいな。
今撮れた写真を見たアルバム2秒。おお、こんな感じか。まあ後で確認しましょうか。やっぱりこうくらい。どんどん撮っていきましょう。飛行時間もあとね、60% しかない。4秒で絞りがニッパチにしたいな。4秒。1秒ぐらいでいいんじゃないかな。1秒1秒2秒。反対は はい、タイマー撮影スタート。タイムラプスを撮るときは撮影時間は結構長めなんですけど、再生するとねもう一瞬で終わっちゃうんです。だからちょっと撮影中のね音声を入れていきましょう。ちなみに今は4倍速で再生してます。ちょっと練習やめましょう。タイマー2秒でシャッタースピード4分の1秒ぐらいで800でいってみましょう。さっきのが1秒で、今回が4分の1秒でシャッタースピードにしたんですけども、ちょっとで暗めになると思うんですよ。その分機体は安定する、機体というかね映像がブレづらいことになるんですけども、まあ、車がね走ってるところとかが伸びたり、あと水面がね穏やかになるのがねどれぐらいなのかなっていうのを試してみました。まあ、これはねもう好き好きなんですけども、仕上がりを楽しみに撮っていきましょう。よしここで一回。これ低くなって普通の撮影に変えようか。シングルでね、4分の1秒。1秒4秒。もう一度1秒でやってみましょう。結構ね照明から離れちゃうと光が潰れちゃったりとか、物がね対象物がちっちゃくなっちゃうんで、引きすぎない方がいいのかもしれないんですけども、やっぱね水面の映り込みとかそういうのをね撮りたかったので、ちょっと引き目にしてみました。こんな感じでねタイムラプスね、皆さんも撮ってみてください。タイムラプスいかがだったでしょうか。夜景もねかっこよく撮れますね。まあ、ビッグスリー感度が上がってセンサーサイズも大きくなったので、夜間撮影にはねだいぶ強くなったんじゃないかなと思います。まあ、冬で寒かったんですけども頑張って撮ってみました。面白いと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねハイパーラプスとかもやってきますんで、チャンネル登録してお待ちください。それじゃあバイバイ。